まで合宿をした時にも大きなリュックを背負ってきたことがあったけど、やっぱり山登りが趣味だったりするの？いえ、趣味というほどではありませんが、なんとなく気分転換をしたいと思った時などに足を伸ばして近場の山に出かけたりするんです。ふみちゃん、そんな風になんとなく思い立ってしっかり準備していっちゃうのは好きって証拠だと思うよ。私も綺麗な自然の景色は好きだけど、だからって本当に行こうってところまでは考えたり行動したりできないもん。そうですか。でも今回のようにみんなと一緒に出かけるのも楽しいですが、一人で山歩きをするのも結構いいものですよ。海ちゃんは大丈夫なのかもしれないけど、私だったら一人で山の中を歩いたり夜を過ごしたりするときに寂しくなっちゃう気がするな。もちろん私だってそうですよ。でも以前本で読んだのですが、一人旅というのは基本的に寂しさを楽しむものだそうです。例えば物思いにふけったり、景色や食べ物を自分のペースで楽しんだり、みんなと過ごす旅とはまた違った感じになりますからね。そうなんだ。海ちゃんのそんな話を聞いてると私もなんだか一人旅をしてみたくなっちゃった。ええ、ぜひ花代も機会があったら出かけてみてください。帰ったら私の知ってるおすすめスポットを教えますね。